3日間にわたり春の出羽路を駆け抜ける県縦断駅伝が今日開幕しました。終盤まで白熱した首位争いが繰り広げられ、総合11連覇を目指す南陽東沖玉が逆転で初日を制しました。遊佐町学校橋付近、見事な晴れ間が広がり絶好の駅伝日和となりました。県縦断駅伝、まもなくスタートです。3日間で29区間307キロのコースを11チームで競う県縦断駅伝、総合11連覇を目指す南陽東沖玉、去年準優勝の天童東村山など強豪がひしめきます。1日目の走りっていうものが総合の記録に大きく影響してくるっていうことが言えると思います。初日のレース今スタート、11チームの選手たちが勢いよく飛び出していきました。初日は遊佐町の学校橋をスタートし、新庄市役所まで11区間 113.7 キロで争います。レースが大きく動いたのは3区、坂田あくみが先頭集団を抜け出しこのまま独走するかと思われましたが、南陽東沖玉が追い上げを見せ逆転、トップに躍り出ると続く4区もリードを保ち、この区間で新記録を樹立しました。その後は南陽東沖玉を天童東村山が追いかける展開が続きます。その差は徐々に縮まり、迎えた最長区間の8区でした。そして前へ出たでしょうか。前へ出たのは天童東村山です。細谷翔馬です。ついに1位に躍り出ました。その後は天童東村山と南陽東沖玉が首位争いを繰り広げます。そして最終11区、リードしていた天童東村山を南陽東沖玉が追い抜きます。しっかりとした足取りで大きな拍手に迎えられながら、もうあと5メートル両腕を上げた、今ゴールイン。南陽東沖玉2大会ぶりの初日優勝。正直もうスタートからゴールまで一瞬も気抜けない状況で、でもチームの力でやっぱりゴールでき優勝できたんで、まずは1日目取れたのをほっとします。明日もまずは2日目、必ず取って、一つずつ勝ちを、積み重ねていきたいなと思っております。見事初日